どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日もやっていきましょうという形になるんですが、1297年永仁の特性例という形になります。よろしいでしょうか。永仁の特性例って何ですかっていう形になるんですが、借金ゼロという形になります。いいですか。要は、普通に考えて、何を考えたかって、この当時の様子に鎌倉幕府が何を考えたかって話なんです。つまり、借金をしている御家人たちが、どんどん貧乏になっていくということです。いいですか？借金をしている御家人たちが、どんどん貧乏になっていく。ここがポイントになるんですね。じゃあ、どうすればいいか？借金ゼロにすればいいんじゃないっていう形になります。で、これが最悪なんです。これ事業やってるとかビジネスやってる人だったりしたらわかると思うんですけど、借金を返しませんよなんていうことをやったら、二度と借金、二度と借金させてくれないんです。わかりますか？で、信用っていうのは実は経済を動かす上において一番大事なんですけど、みんなが信用を持って、例えば借りたものをちゃんときちんと返しますって。法外な利息の場合は別ですよ。法外な利息の場合は別ですけれども、借金をしてちゃんと返してくれる。物を買ったやつが返してくれるっていうことで、要するに成り立っているわけなんです。で、この時代からすでに、もう商売の間では、掛け取引といって、借金による取引っていうのは、いくらでも発生しているという状態なのにもかかわらず、このタイミングで借金が貿易になります、ゼロになりますよなんてことをやったら、経済大混乱ですよ。はい、という形になるので、この永仁の特性例によって、借金ゼロですよって言ったら、イエーイってなったんですけど、やったぜっていうふうになったんですけど、全体がですね、大変なことになりまして、混乱するという状態になってしまうというふうな形になってしまったんですね。これがポイントになります。はい、だから、1297年、この永仁の特性例をやったことによって、さらにこの鎌倉時代の、鎌倉幕府の要するに力が、どんどん力が弱っていくというふうな形になります。つまり、鎌倉幕府が滅ぶというのは、基本的には自滅ということになります。いいですか？外国の勢力と戦争をしたことによって滅びるわけではなくて、自分たちで自分たちの首を絞めて滅んでいってしまうというふうな形になるわけですね。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。